今日は逆シングル、バックハンドの取り方を説明したいと思います。いろんな説明をする方がいますが、一番間違いやすいのが、グラブを出してこのまま上に上げてしまうケース、これが非常に多くてですね、グラブを上に上げてしまうと脇が空いてしまうので、指先に力が入らなくて、しかも打球が来る方向から上に上げてしまうのでボールとグラブの接点がなくなってしまいます。なので、グラブを少しひねるようにボールを少し掴みに行くようにというふうに逆シングル、バックハンドは使ってみるとより、確率も上がって、うまく取れると思います。